藤ひとりさん15分間シリーズ、神様に上手に助けてもらう方法。私はこれであらゆる困難から守ってもらいました。はじめに、今回のテーマは神様に上手に助けてもらう方法です。しかもものすごく簡単で効果が絶大な方法です。このことを知っているだけで、あなたの不安や心配はあっという間に消えてしまうかもしれません。どんな時でも神様から守ってもらえるので、恐れがなくなり心がぶれなくなるのです。もちろん信じられない人は信じなくてもいいんですよ。とても信じられないような話だと思いますけれど、この話を知っているだけで、これからの時代、何が起きても大船に乗ったつもり、大安心で生きていけるのです。よかったら聞いてくださいね。斉藤ひとり。この15分間シリーズは、斉藤ひとりさんの大切な教えをたった15分間で伝えられないかという趣旨で始めたものです。もちろん15分間では伝えきれずに、30分や40分になるテーマもありますが、あくまでもできるだけわかりやすくお伝えしたいということで始めました。これからもいろいろなテーマで15分間シリーズを出していきますので、どうぞよろしくお願いします。この本には神様という言葉が出てきますが、何かの宗教とは全く関係がありません。安心して読んでくださいね。もちろん宗教を否定するものではありませんから、あなたが宗教をやっているのなら、楽しくやっていてください。それから、ここに出てくる神様は、あなたの中に神がいるということで、内神様のことです。詳しくは、神様に上手にお願いする方法、KK ロングセラーズをお読みください。この内神様って、すごく便利で、お賽銭も全然いりません。内神様にお礼がしたいというときは、あなた自身が美味しいものを食べるとか、素敵なものを買うとか、あなたが楽しくなることをすれば、内神様に対するお礼となります。安心して、気軽な気持ちで読んでくださいね。神様のことについておさらいです。今回のテーマに入る前に、まずは神様のことについておさらいをしておきたいと思います。ひとりさんの話にはよく神様という言葉が出てきますが、基本的な考えとして神様には2種類あります。一人目が外神様。外神様はこの世を創造してくださった大元の神様で、宇宙の中心になっている神様です。これを天の中心に一つだけ存在する絶対神ということで、日本的に言うと雨の御中主様と呼びます。雨の御中主様のことは、大元のでっかい霊ということで、大霊とも言います。また、アラーと呼ぶ人もいるし、ヤファウェイと呼ぶ人もいるし、大日如来とか、ルシャナ仏と呼ぶ人もいます。呼び方はいろいろですが、どれも大元の神様のことを言っているのです。さて、二人目の神様ですが、これはあなたの中にいます。あなたの中にいる神様のことを、内神様と言います。雨の御中主様は、私たち人間一人一人に、分け身玉というものをくださっています。この分け身玉のことを、神我とか超意識と呼ぶこともあります。この分け身玉のことを、内なる神として、内神様と呼んでいるのです。
内神様は言ってみれば電話機の子機のようなものです。私たちは自分の中にいる内神様かっこ子機を通じて宇宙の中心の神様かっこ本体とつながっているのです。ですからあなたはいつでも神様と一緒にいるんですよ。このことを押さえた上でいよいよ本題に入りましょう。人生がうまくいっている人は神様に助けてもらうのが上手な人。突然ですがあなたは神様から助けてもらっているなぁと感じたことはありますか？人生がうまくいっている人や何かで成功した人、嬉しい奇跡を体験した人は、ああ、私は神様に助けてもらっていると実感していることでしょう。その反対に、人生がなぜかうまくいかない人や、お金や人間関係でトラブルが絶えない人、病気がなかなか治らない人は、私って神様に見放されているんじゃないかしら、と思っているのではないでしょうか。最初に言っておきますが、神様はどんな人のことも見放したりしません。神様はあなたのことを絶え間なく愛しています。あなたの人生を心から応援し、ますます幸せになることをいつも願っているのです。ではなぜ私は助けてもらっていると実感できる人と、私は見捨てられているんじゃないのかしら、と疑ってしまう人がいるのでしょうか。その違いは、あなたが神様に助けてもらうのが上手かどうかにかかっているのです。神様はどんな人にも惜しみなく愛や豊かさを降り注いでいます。助けてもらうのが上手な人はそれをたっぷりと受け取ることができます。でも助けてもらうのが下手な人は神様の愛や豊かさを受け取ることができずにほとんど通過して流れてしまうのです。例えてみると、こんな感じでしょうか。空から恵みの雨が降り注いできたとき、スプーンを出せばその雨を受け取ることができます。お玉を出せばもっと多くの雨を受け取ることができます。ひとりさんの場合はいつも洗面器みたいな大きな器を出して、と受け取っている感じでしょうか。しかし助けてもらうのが下手な人は多分出しているのがザルのようなもの。恵みの雨がザルを通過して全部下に落ちてしまうのです。これってすごくもったいないことですよね。どんな人にも平等に惜しみなく降り注いでいる恵みの雨なのに。あなたが運勢を良くしてますます幸せになりたいと思ったら、神様から助けてもらうのが上手な人になることです。しかもものすごく簡単な方法でそうなれるのです。ひとりさんがもう何年もやってきた上手に助けてもらう方法をあなたにしっかり教えますから、ぜひ覚えてくださいね。神様が助けてくれる言葉がある。神様に上手に助けてもらう人になるにはある言葉を言っていればいいのです。これは強烈な光の波動を放つお守りの言霊です。お守りの言霊は、とにかくたくさん言うことが
ポイントになります。それは雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。この言霊をいつどんな時でも唱えているだけでいいのです。この言霊を唱えていると、まずあなたの中にいる内神様がその言葉を聞き入れます。そして宇宙の中心にいる神様である雨の御中主様に連絡を取ってくれるのです。そこからあなたのことをどうやって助けようかと、内神様と雨の御中主様の相談が始まります。そして助ける方法を決めると、最高のタイミングであなたのところに助け舟を出してくれるのです。ひとりさんもずっとこの言霊を言っていたおかげで、何度も何度も神様に助けてもらってきました。常識では考えられないようなことや、想像もできないような嬉しい奇跡も何度も何度も起こしてきました。そして気がついたら、生涯納税額日本一という信じられないような大きな成功までいただいていたのです。とても信じられないような話ですが、すべては事実なのです。ちなみにお守りの言霊を言うときは、いくつかコツがありますので、それをお話ししていきましょう。過去形で言うことが最大のポイント。先ほどお話しした雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊は過去形になっていますよね。この言霊を聞いて皆さんは、あれ、なんでお助けくださいじゃないの、私はまだ助かってもいないのに、と思うかもしれません。でも過去形で言うことが最大のポイントなのです。神様にお願い事をするときは、人間界の人にお願い事をするときとちょっと違うのです。人間界の人に、私困っているから助けてくださいとお願いしたら、うん、わかった、いいよとあなたを助けてくれる人もいるでしょう。しかし神様にお助けくださいと言ってしまうと、私は困っているんですという思いだけが発信されます。神様はあなたの願いを叶えるとき、あなたの発信した思いを増長させて叶えてくれるのです。ですからこの場合、叶うのはさらに困ったことが多くなるという状態です。せっかくお願いしたにもかかわらず、あなたが全く望まない状態になってしまうのです。ですから助けてもらいたい場合は、お助けいただきましてありがとうございますとお願いするのが正しいのです。そしてちょっとでも状態が良くなったら神様に感謝する、また少し良くなったら感謝する、この繰り返しをしていると、あなたの悩みやトラブルは消えていってしまうのです。かっこと、ひとりさんは思っています。お守りの言霊を何度も言っていれば、確信が生まれる。さて、このお守りの言霊は何度も何度も言っていることがポイントです。朝起きたとき、散歩をしながら、
レに行くとき、夜寝る前、いつでもいいので、暇さえあれば言っているといいでしょう。この言霊を何度も何度も言っているうちに、ある回数を超えたあたりで、あなたの心に変化が起きてきます。どういうことかというと、私はきっと助かるという確信が生まれてくるのです。ちなみにこの時点で現実は全く変わってなくても構いません。トラブルの真っ最中にいようと、悩みのどん底にいようと、起きていることとは関係なく、あなたの心は助かった気持ちを先取りできるのです。この気持ちの先取りがポイントなのです。魂の世界では、自分の心で確信が生まれたものは、それが現実になるというルールがあります。私は神様に助けていただけると、あなたの心に確信が生まれれば、それは必ず現実になるのです。かっこ、とひとりさんは思っています。恐れ、かっこ、心配や不安に邪魔されると、確信を持つことが難しい。私は神様に助けていただけると確信が生まれれば、それは現実になるのですが、ここからがポイントです。この確信を持つということが、実はなかなか難しいのです。私たちの心の中には常に、助けてもらえなかったらどうしようとか、このひどい状態っていつまで続くのかしらとか、恐れ、かっこ、不安や心配がボコボコ湧き上がってくるようになっているからです。ここで恐れ、かっこ、不安や心配というものについてちょっと説明をしておきましょうね。もともと恐れ、かっこ、不安や心配といった感情は悪いものではありませんでした。むしろ自分を助けるための防衛本能だったのです。はるか昔、私たちが外で暮らしていた頃、ちょっと物音がしたら、猛獣に襲われないようにと慌てて逃げたりしていた時代があったのです。また寒くなってきたら、凍え死なないようにと着るものや食べるものを慌てて集めたりしていた時代があったのです。そういう身を守るための本能が、恐れ、かっこ、不安や心配といった能力として、私たちの中に残っているのです。ですから恐れは悪いものではないのですが、さてここでポイントになるのは、必要以上に恐れを持つのが癖になってしまった人がいる、かっこ、過剰な不安症ということです。これからあなたが望む現実を心の中で作っていくときに、過剰な不安症の癖がついていると、恐れを抑えることで心のエネルギーを消耗してしまうのです。大切な心のエネルギーを確信を生むことに向けることができないのです。架空の出来事を恐れていると、それを引き寄せてしまう。人は誰でも恐れがあります。特に人にはそれぞれ、自分はこうなることがものすごく嫌だというトラウマ的な恐れがあります。後で話しますが、ひとりさんだってトラウマ的な恐れはあります。あなたはその
トラウマ的な恐れを抱えながら、できるだけそれに近づかないようにして、日々生きているのです。あなたがトラウマ的な恐れを持つようになったのは、小さい頃に経験した恐怖から来ているのかもしれません。もしくは前世、前の人生で経験した恐怖から来ているのかもしれません。とにかく人には誰でも、絶対にこうなったら嫌だ、こうなることが怖くてたまらないというトラウマ的な恐れがあるのです。さて、ここでポイントなのですが、人にはこうなったら嫌だという思いが強ければ強いほど、そのことを何度も考えるようになります。心の中でちょこっと考えているうちはいいのですが、実は人の思いというものには、とんでもない仕組みがあるのです。どういうことかというと、あなたが頻繁に考えていることは、現実に引き寄せてしまうというルールがあるのです。このルールは良いことにも悪いことにも作用します。例えば、こうなったらいいなぁと良いことを何度も何度も考えていれば、そのうちにその思いにエンジンがかかります。そして実際にあなたの現実に良いことを引き寄せるのです。その反対に、こうなったら嫌だなぁと悪いことを何度も何度も考えていれば、そのうちにその思いにもエンジンがかかってしまう。あなたが絶対にこうなったら嫌だと思っていることが、現実になってしまうのです。あなたにとってこれほど恐ろしいことはありませんよね。ですから、トラウマ的な恐れはできるだけ考えない方がいいのですが、これがなかなかできません。普通の恐れと違って何十年も場合によっては何世代にもわたってあなたの魂に染み込んでいる恐れなので、なかなか手放すことができないのです。それどころかトラウマ的な恐れに関連することは、ちょっとしたことでも自分の中で拡大して悪く考えてしまうのです。実際に起きた恐れに関する出来事が1だとしたら、100ぐらいの恐れに拡大して考えてしまう。しかも、それはまだ現実に起きていない架空の出来事にもかかわらずです。まだ起きていないことに対して、何日も何日もずっと心配し、体が震えるほど怖がっている。よく考えてみるとおかしなことですが、何代も何代も生まれ変わっている人には、誰でもそういうトラウマ的な恐れがあるのです。トラウマ的な恐れが心にうずいてきたら、すかさずお守りの言霊を何度も何度も言ってください。雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。この言葉を言っているうちに、あなたの中にある不安や心配はスーッと消えていきます。どんなにしつこいトラウマ的な恐れでも、このお守りの言霊を何度も何度も言うことで、それを打ち消すだけのパワーを持っているのです。このお守りの言霊は、
強烈な光の波動を放っているので、心の中にどんなに闇、不安や心配が広がっても、この言葉を言っているうちに心の中にみるみる光が広がっていきます。どんなに暗い闇が広がっていても、太陽が昇れば一瞬で朝になるように、闇は光が出てくると一瞬で消えてしまうのです。どんなに心配や不安があっても、この言霊を何度も何度も言っているだけで、心の中に光が広がっていくので、安心してくださいね。そのことを踏まえた上で、さらに恐れに関する話を続けていきましょう。恐れの波動を出していると、他の恐れ、事故や病気、トラブルまで引き寄せる。恐れという感情はなかなか侮れません。あなたが何度も何度もこうなったら嫌だなということを考えていると、それを現実に引き寄せてしまいます。それだけでも怖いのに、さらにもっと恐ろしいことがあるのです。ひとりさんは今回、あなたが絶対的に幸せになるためにも、恐れの恐ろしさを知ってほしい、ダジャレのようですが笑い、と思っています。ですから恐れについてさらなる話を進めますね。あなたが何度も何度もこうなったら嫌だなということを考えていると、それを現実に引き寄せてしまいます。さらにもっと嫌なことが起こるのです。それは他の恐れまで引き寄せること。あなたの恐れはさらなる別の怖いことまで引き寄せてしまうのです。どういうことか説明しますね。あなたが怖いな、嫌だなとずっと思っていると、その時あなたの体から恐れの波動というものが出ています。この恐れの波動が癖物なんです。なぜなら見えない世界では、波動は同じ波動を出しているところに集まってくるという仕組みがあるからです。あなたが出している波動というのは、同じ波動のものを引き寄せるというルールがあります。あなたが恐れの波動を出し続けていると、この世の中で人々が怖いなとか、こうなったら嫌だなと思っている、あらゆる不吉なことを引き寄せる可能性があります。例えば、事故に遭う、怪我をするとか、体に不調が出てきたり、病気になるとか、泥棒に入られたり、事件に巻き込まれるとか、愛する人と気持ちが通じ合わなくなる、相手と波動がずれるとか、普段は全く問題なく進んでいることが、トラブル続きで進まなくなるとか、大切にしているものが壊れる、なくなるとか、こういう嫌なことが次々と連鎖して起こってくるのです。こういうことが一つでも起こったら、ああ、これは神様が恐れることをいい加減にやめなさいとメッセージを送ってきているんだなと気づくことが大事です。そしてお守りの言霊を何度も何度も言いましょう。雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。この言霊を何度も何度も言っているうちに、あなたの心から恐れがスーッと消えていきます。
そのうちに、ああ、このトラブルが起こったおかげで、私は大切なことに気づかせてもらった。ありがたいな、という感謝の念さえ生まれてくるでしょう。そうなれば、さらなる恐れを呼ぶことは絶対にありません。しかも、ラッキーなことに、あなたに起きた問題やトラブルは、必ずいいことに転じていくのです。人は恐れを克服するために生まれてくる。人の心は、愛、かっこ光と、恐れ、かっこ心配や不安の二つでできています。愛が心に広がっているときは、恐れを考えることができません。心の中に愛が広がると、あなたは神という存在を強く信じることができるようになります。そして自分を信じ、自分を愛することができるようになります。あなたはお守りの言霊を繰り返しているだけで、自分を助けてくれる神様の存在をいともたやすく確信できるでしょう。そしてあなたの心に確信が生まれた時から、あなたの現実は確実に変わっていくのです。恐れさえ克服すれば、あなたの人生は、あとは愛しかありません。ですから、恐れを克服することが、幸せが満ち溢れる人生を作るための、最も重要なキーポイントになるでしょう。言ってみれば、私たちは自分の恐れを克服するために生まれてくるのかもしれませんね。どんなに強いトラウマ的な恐れを持っていたとしても、私が今回あなたに教えたお守りの言霊で、それを打ち消すことができます。まるで特効薬のような強烈なお守りの言霊なので、安心してくださいね。ただし、トラウマが強い人ほど何度も何度も言うことがポイントですよ。お守りの言霊を言ったら、すべてを神様にお任せする。さて、ここで神様に上手に助けてもらうための大切なポイントがあるので、それをお話ししますね。お守りの言霊を言った後に、私ってどんな方法で助けてもらえるのかしら、とあれこれ考える人がいます。きっとあの人が助けてくれるんだわ、とか、きっとこういう方法で助かるのね、そうに違いないとか、いろいろ妄想が膨らみそうになりますよね。しかし、途中の経過を、あなたがあれこれ考えなくてもいいのです。ほとんどの人はそれを考え始めると、あれ、でもあの人まだ何も動いてくれていないなぁとか、この方法で本当にうまくいくのかしらとか、またも心配や不安が心に広がってしまうからです。神様があなたを助けてくれるときは、今のあなたが想像もできない方法で助けてくれることがほとんどです。あなたの内神様は、大元の神様である雨の御なく主様と連絡を取り合って、あなたにとって最高の方法を選んでくれます。そして最高のタイミングであなたを助けてくれるのです。それは神様が決めることなので、あなたが考えることではないのです。余計な心配をして、心配の波動を出していると、神様の作業の邪魔をすることになってしまいますから、
注意してくださいね。あなたはとにかく雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますと何度も何度も言っていればいいのです。これは神様を信頼して待っていますという合図を送っていることにもなるのです。天国言葉とのパワーの違い。私が今回あなたに教えたお守りの言霊、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。これははっきり言って最高神からいただいた最強の言霊です。これ以上光の波動の強い言霊はありません。ですから何が起きてもこの言霊だけを何度も言っているだけで助かってしまうのです。かっこと一人さんは思っています。今まで私は天国言葉というものを皆さんに勧めてきました。かっこ天国言葉は愛しています、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますという言葉です。この天国言葉にも確かに光の波動はあります。何度も言っているとあなたの人生が良くなっていきます。しかしズバリ言ってしまうと、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますと比べるとパワーに歴然とした差があるのです。どのくらい違うかというと、あなたの心が暗くなったとき、言霊の力で心に明かりをつけたいと思ったとしますよね。天国言葉を言っているとあなたの心にポッと明かりが灯りますが、それはあなたの部屋に電気をつけたといった感じです。しかし雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますのパワーはその程度ではありません。この言霊を言った途端、地球に太陽が昇る、地球全体が明るく照らされていく、そのくらい強烈な光の波動なのです。かっこと一人さんは思っています。神様は今お守りの言霊を広めてほしいと願っている。実はひとりさん自身は今回皆さんにお教えしたお守りの言霊の強烈なパワーにずっと前から助けられていました。しかし正直言うと、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊を世に出すことにためらいがあったのです。それは神の名を言うと宗教だと思われるのではないかというひとりさんの中の恐れです。もちろん私は宗教家ではありません。れっきとした事業家です。ちなみに私は生涯納税額日本一の実業家です。事業でしっかり稼ぎ、たくさんの税金を国にしっかり納めています。宗教団体というのは税金を払う必要がありません。私のやっていることが宗教であるなら、私はたくさんの税金を納めなくてもいいのです。このことからでも私のやっていることが宗教でないのは明らかなんですよね。しかし世の中にはいろいろな人がいます。神様のことを口に出しただけで宗教だと誤解をする人がいたり、私のことをよく知らない人が勝手にいろいろ言うことがあります。それが
私はたまらなく嫌でした。ひとりさんは普段嫌だなぁと強く思うものがありません。大抵のことは魂の修行だと思って受け入れ、明るく乗り越えていこうという気持ちで楽しく生きています。ところが宗教と誤解されるということに関しては、とにかく嫌で嫌でたまらないのです。私の唯一の恐れだと言ってもいいでしょう。余談ですが、私の宗教だと誤解されたら嫌だという恐れはトラウマ的な恐れであり、魂の奥深いところから来ているようです。多分私は前世で宗教的弾圧を何度も受けたり、そのことで非常に辛い目にあったりしたのでしょうね。ですから正直に言いますと、私はお守りの言霊のとてつもないパワーを知っていながら、皆さんに話すことができないままでいたのです。ところが先日、私の体の具合が悪くなりました。こういう時は神様が私に恐れをなくして進みなさいとメッセージを送ってきている時なのです。かっこと一人さんは思っています。神様、一体私は何をしたらいいのでしょうかと神様に聞いてみると、なんとこの言霊が改めて降りてきたのです。雨の水上主様、お助けいただきましてありがとうございます。このお守りの言霊をどうやら神様は世に広めてほしいようなのです。今こそこの言霊を多くの人が必要としているんだよ。神様はそうおっしゃっているのです。私は非常に戸惑いました。恐れで心がいっぱいになりました。しかし勇気を振り絞って神様のメッセージに従うことにしました。ですから今回、私は本当に本当に持てる勇気のすべてを出し尽くして皆さんにお話ししているんですよ。私のお弟子さんの花江さん、かっこ増岡花江さんは、ゴキブリが大嫌いです。ゴキブリを見ることはおろか、ゴキブリがいそうな場所、かっこ流し台の裏とか冷蔵庫の横とかは覗こうともしません。外でゴキブリに遭遇すると、100メートルぐらいダッシュして走って逃げていきます。でもそんな花江さんに、自分が心から信じていて愛してやまない神様から、みんなを助けるためにゴキブリと接吻しなさいとメッセージが来たとします。かっこもしもの例え話ですよ、笑い。花江さんは何度も何度も迷った後、震える手でゴキブリをそっと手のひらに乗せて、顔をそろそろと近づけて接吻しようとしている。どのくらい勇気がいることかわかるでしょう。私にとって今回やっていることはそのくらいの勇気なのです。ちょっぴりわかっていただけましたか。今神様がお守りの言霊を広めてほしいと強く願っていらっしゃる。それには4つの理由があるようでした。人はすがるものが欲しい。神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている一つ目の理由。人はどんな人でもすがるものが欲しい。なぜなら人の心はコロコロ変わります。心穏やかに満足して過ごしていても、ちょっとしたことで心が大きく揺れたり、
自信がなくなったりするものです。いつも自信満々で勇気に満ちているという人はほとんどいません。ですから、これさえあれば安心というものが欲しいのです。特にそのままでいると否定的に物事を考えてしまうという人にはすがるものが絶対的に必要なのです。21世紀は魂の時代に入りました。自分の魂を磨いて成長することがテーマであり、そして自分が蒔いた種が自分に返ってくるという自己責任の時代に入ります。そういう時代に入った時、どんな時でも心穏やかでいるということが最高の財産になります。しかし、そのどんな時でも心穏やかでいるということが実はなかなか難しいのです。20世紀までは戦争の時代でしたから、戦争のために国民が一丸となって戦い、戦後の復興期は食べていくことで精一杯でした。大変な時代ではありましたが、みんなやることがいっぱいあった。要するに、みんな食べていくことに精一杯だった。かっこ暇がなかったので、余計なことは考えず、みんなで助け合いながら生きていたのです。ところが21世紀は魂の時代になりました。物質的には満たされていて、食べるものも着るものもいっぱいあります。どんな風な人生を歩もうか、昔に比べて選択肢もいっぱいあります。人付き合いも嫌なら無理に付き合わなくてもいいし、一人でいても生きていくことができます。そういうふうに自由な時代になったからこそ、心が迷ったり悩んだりする人が増えてしまうのです。他人と自分を比べて自信が持てなくなったり、人との付き合い方がわからなくて引きこもりになってしまったり、自由な時間があるからこそ暇に任せて否定的なことや不安や心配をずっと考えてしまったり、ですから精神的な病気になる人が年々増えているのです。自殺する人も年々増えているのです。そういう中で、これさえあれば心がぶれないというお守りがどうしたって必要なのです。それが雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊なのです。多くの人を救うには単純なことがいい。神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている二つ目の理由、多くの人を救うには単純なことがいい。どういうことか説明しますね。私は今まで精神的にも経済的にも幸せになるために皆さんにいろいろな教えをお話ししてきました。そのたくさんの教えを一生懸命たくさん勉強してくださった人もいると思います。ここで申し上げておきますが、いろいろな教えを一生懸命勉強してくださっている方は、将来的に、もちろん今からでも、人助けをする人です。人の心をほっとさせたり、人の心に明かりをつける、心のお医者さんのような役割。神様からそういう使命をいただいて生まれてきているのです。通常、お医者さんというのは人間の体のことや
手術の仕方、薬のことなんかをいっぱい勉強しなくてはいけません。とにかくいろんなことを勉強しなければお医者さんにはなれないのです。この世の中にはお医者さんとなる使命を持って生まれてきている人もいますが、ほとんどの人は患者さんです。それと同じで精神的な世界でも、心のお医者さんになる人もいれば患者さんもいるのです。ちなみに人数的な話をすると、心のお医者さんになる人はほんの一握りの人数です。患者さんの方が圧倒的多数です。ひとりさんの周りには心のお医者さんになる使命を持った人がたまたま多く集まっています。それを見ていると、心のお医者さんになる人って多いんだなと思うかもしれませんが、世間的には少数だということを知っておいてくださいね。さて、あなたが心のお医者さんになった場合、患者さんに病気のことを説明するとき、どうやって説明しますか？患者さんが理解できるように、できるだけ分かりやすい話にして説明しますよね。それと同じで、精神的な学びも患者さん初心者の人に伝えようと思ったら、できるだけ分かりやすい話にしないといけないのです。それが雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊なのです。精神的な学びを全く知らない人があなたの目の前にいて、その人が何かで困っているとき、あなたはこう言ってあげればいいのです。とにかく雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございますと言っていればいいんだよ。そしたら助かるからね。これ以上シンプルな方法はないでしょう。こういう単純なことこそ、実は多くの人を助けられるのです。キリストは神の教えを死ぬほどたくさん勉強しました。あの分厚い聖書の元になったほどたくさんの知識を学び、直弟子たちに少しずつそれを教えていました。しかし町でキリストに教えを請う貧しい民たちに、キリストはこう言ったのです。アーメンとだけ言っていればいいんですよ。そしたらあなたは救われるでしょう。これ以上ないシンプルな言葉、アーメン。これなら字も読めず、学校に行ったこともない貧しい民でも覚えられるでしょう。アーメンという単純な言葉に神の教えを集約した。これがキリストの愛だったのです。釈迦はナムアミダブツという言葉に神の教えを集約しました。日蓮は南無法蓮華経という言葉に神の教えを集約しました。本当に多くの人を救いたいと思ったら、単純なことがいいのです。精神的なことを学んだことがない人、理論的なことがわからない人、簡単なことしかできない人、そういう人でも救われるのが単純なことなのです。お金がかからず、誰かに依存しないでできること、神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている三つ目の理由、お金がかからず誰かに依存しないでできること。お守りの言霊を言うことに一円もかかりません。そして助けてほしいと思ったら
誰かに頼ったりしなくても自分でそれをすることができます。こういうものを神様は望んでいるのです。その理由をお話ししていきましょうね。心が揺れたり不安になった時、世の中には占いというものに頼る人がいます。知っておいていただきたいのは、占いというものは人の心を安心させるものだということです。世の中には人を幸せに導きたいという思いをもとに、愛を持って占い師という仕事をしている人がいらっしゃいます。しかし中には少数ではありますが、占いというものを武器にして人を不安にさせたり脅かしたりする人もいるのです。私のアドバイスを定期的に受けていないと、あなたの人生は悪い方向へ行きますよとか、あなたには悪い霊がついているので、この商品を買わないとあなたの家族は不幸になりますよとか、こういうふうに人を脅かしたり不安を煽ったりする人は偽物です。そういう偽物の言葉を真に受けてしまって、安心を得るためにたくさんのお金を払ってしまう人がいます。あなたが一生懸命働いて何年もかかって貯めた大切なお金を偽の安心料として払ってしまうのです。偽物のところに通っている人でも、最初のうちだけ心の安泰が得られるかもしれません。しかしそれはほんのわずかな期間です。自分の心を制御することを誰かに頼っていると、実は運勢というものはだんだん坂道を転がるように悪くなっていくのです。これは占いに限ったことではありません。霊視や拝みや、そして宗教、そういうものの中にも本物と偽物があります。偽物の人たちは人を恐怖でコントロールするパターンをちゃんと知っているのです。相手に強く言って相手の無価値観を煽り、自分に依存させる。特に神の名を語って人を脅かしたり不安を煽ったりする人がいます。こういう状態を神様はとても残念に思っているのです。ちなみに本物か偽物かを判断するポイントだけ教えておきますね。あなたがそこに通うようになってから、気分がいつも安定して実生活がうまくいくようになって、経済面でも豊かになった、こういう状態になったらそれは本物です。その反対に、あなたがそこに通っているうちに、なんか行きたくないなぁとか、これってちょっとおかしいかもという気分がことあるごとに湧いてくる。そして通っている割には実生活がうまくいかなくて、お金もどんどんなくなっていく。こういう状態になっていたら、残念ながらそれは偽物です。ひとりさんの場合は、高いお金を払ったり誰かに依存したりするのではなく、自分の心を安定させる方法をお勧めしたいと思っています。雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございます。この言葉を何度も何度も言っているだけで、あなたは何が起こっても、あなたは自分自身で大安心を得ることができるのです。みんなでお守りの言霊を言うことで地球が浄化できる。神様が
お守りの言霊を広めてほしいと願っている四つ目の理由。みんなでお守りの言霊を言うことで、地球が浄化できる。このお守りの言霊には、強烈な光の波動があります。その言霊を、ひとりさん仲間が、みんなで楽しく唱えていく。そうすると、とてつもなく素晴らしいことが起こるのです。今地球には、負、かっこマイナスの波動というものが溜まっています。人々の放つ許せないという思い、ぶっ殺してやるという強烈な怒り、自分さえ良ければいいという自分勝手な行動、自分なんて価値のない人間だという自己否定の気持ち、こういう言動が積もりに積もっていくと、地球には負の波動というものが溜まるのです。この負の波動は、いじめ、いさかい、事件、戦争などのトラブルを引き起こし、そしてさらに言うと、地震などの天変地異にも関わってくると、ひとりさんは思っています。かっこひとりさんって変わっているでしょう？この負の波動を浄化するには、あのお守りの言霊がうってつけです。しかも、まとまった人数で楽しく唱えることで、愛、かっこ、プラスのパワーが大きくなるのです。雨の皆かぬし様、お助けいただきまして、ありがとうございます。このお守りの言霊を唱えることで、まずあなたの心に愛と光が広がります。あなたの心に愛と光が広がると、家族や友人など、あなたのいつも身近にいる人は、あなたに引っ張られるように、愛と光の波動が上がっていきます。それからまた、その人の周りにいる人、またその周りという感じで、すごい勢いで愛と光が広がっていくでしょう。ここまで愛と光の波動が大きくなると、素晴らしい現象が起こります。百匹目の猿現象というものが起こるのです。これがどういうことかを説明しましょう。ある島で一匹の猿が芋を洗って食べ始めました。それを見た猿が真似をして、芋を洗って食べ始め、だんだんその島にいる猿の多くが芋洗いをするようになったそうです。そうすると、ものすごく不思議なことが起こりました。その島から遠く離れた別の島でも、芋を洗って食べる猿が出てきたのです。この現象が意味することは、こういうことです。地球という星はつながっている。あるコミュニティで同じことをする人がたくさん出てきたとき、別の場所でもそれが広がるようになっている。そういう定義があるのです。これを百匹目の猿現象というのです。かっこ、百匹目というのは、同じ行動をしているものが、ある程度の多数に達した、という例えです。雨の皆かぬし様、お助けいただきまして、ありがとうございます。このお守りの言霊を、ひとりさん仲間で、楽しく唱えていきましょう。あなたの放ったお守りの言霊は、あなた自身を幸せにするだけにとどまりません。あなたの家族、友人、周りの人、ひいては国レベル、地球レベルで
数えきれないほどたくさんの人たちを幸せにすることもできると一人さんは思っています。そうしたら起こるはずの地震が起きなくなったり、かっこもしくは軽い震度で済ませられたり、凶悪事件が減ってきたり、世界のどこかで起きている飢えや紛争を終わらせることができるかもしれません。私たちの仲間が住んでいる地球というかけがえのない星、この地球という星を楽しく浄化して愛と光でいっぱいにしてほしい。それこそが今神様が望んでいらっしゃることなのです。このお守りの言霊には神の壮大な望みが託されています。あなたとあなたの周りの人、ひいては地球全体を浄化してくれることを神は願っているのです。お守りの言霊はこういう時に言うといいですよ。さて、今回のテーマももうすぐ終わりとなりますが、最後にこういう時にこそお守りの言霊を何度も何度も言ってみるといいですよという具体例をご紹介しておきますね。何かで悩んでいて、その解決法が全くわからないとき、お守りの言霊をとにかく何度も何度も唱えてください。そのうちに解決のヒントになる情報が必ず入ってきます。例えばそれは本屋さんで何気なくパラパラめくっていた本に書いてあるかもしれません。電車の中の中吊り広告のキャッチコピーに書いてあるかもしれません。テレビやラジオから聞こえてくる言葉かもしれません。偶然会った人が言う言葉かもしれません。どんな方法かは神様にお任せして、とにかく解決のヒントがあなたのところにやってくるのは間違いありません。楽しみにしていてくださいね。心に後味の悪さがあるとき、心に後味の悪さがあるとき、それは神的な生き方に反したことをしているときです。あなたがやっていることは間違っていますよと神様がメッセージを送ってきている印です。そういうときはあなたの心身の波動が乱れています。お守りの言霊を何度も何度も言うことで波動調整ができます。ずれている心を元に戻して、神様に喜ばれる生き方をしていこうと意識しながら行動してみてください。楽しい人生が始まりますよ。体の不調が続くとき、あなたは何かを恐れていませんか？もう恐れる必要はありませんよ、という神様からのメッセージです。私たちは前世で作ったトラウマ的な恐れを誰もが持っています。例えば何かから逃げること、誰かに依存すること、物事に対して頑固になること、人をコントロールすること、などなど悪い習慣はすべて恐れから来ています。前世ではそうしなければ生きられなかったという深い理由があったのですが、根性ではもうその恐れはいらないのです。あなたはもうその恐れは手放してもいいんですよという神様からのメッセージが私たちの体の不調となって現れます。お守りの言霊を何度も何度も言っているうちに、
トラウマ的な恐れは少しずつ取れていきます。それとともにあなたの体の不調も改善していくこともあります。もちろん病気を治すのはお医者さんの仕事ですけれど、あなたの心から恐れというストレスを取り除くのはあなたしかできませんからね。笑い。病院や歯医者さんで治療を受けるとき、病気で手術を受けたり歯の治療を受けるとき、誰でも緊張してナーバスになると思います。ちなみにひとりさんも歯医者さんが大の苦手です。笑い。そういう時は手術台の上でこのお守りの言霊をずっと言い続けてください。口に出せない時は頭の中で思うだけでも OK です。そうすると気分がスーッと落ち着いてきて絶対に良くなると大船に乗ったつもりで安心して治療を受けることができます。治療後もこのお守りの言霊を言い続けていると回復が早く癒し効果も抜群だとひとりさんは思っています。人から怒鳴られているとき、例えば会社で部長からガミガミ怒鳴られているとき、このお守りの言霊を心の中で何度も何度も唱えてください。そうするとあなたの周りに光のバリアができます。そうなるとあなたは部長から心を守ることができるので、怒鳴られていても傷つかなくなります。ひょっとするとあなたが放つ光の波動を部長が感じて、何もこんなに怒鳴らなくてもいいや、と奇跡が起きるかもしれません。とにかくあなたは心の中でお守りの言霊を言い続けるだけでいいのです。これはやってみると本当に楽しいですよ。車にぶつかりそうな時、地震が起きた時、突発的なアクシデント、車にぶつかりそうになったらとっさに声に出してお守りの言霊を唱えてください。間に合わなければ最初の雨の皆かぬし様だけでもいいです。あなたの事故は最小限で済むとひとりさんは思っています。そしてどんな状態になってもその事故からあなたの人生がいい方向に転じていきます。また地震が起きたとき、安全な場所に避難しながらお守りの言霊を揺れが収まるまで唱え続けてください。一人の時に地震にあっても、全国の一人さん仲間はみんなでお守りの言霊を唱えています。動揺せず落ち着いてお守りの言霊を言い続けてくださいね。不思議と安心が得られますよ。神様は絶対に私たちを見放したりしない。最後にひとりさんが大好きな話をして終わりましょう。普段は神様のことを信じている人でも、ふとした瞬間に、私って神様に見放されているんじゃないのかなと思ってしまうことがあるかもしれませんよね。例えばトラブルや困ったことが重なった時、自分は一生懸命やっているつもりなのに、それがなかなか相手に伝わらない時、いろんな人から否定的なことを言われた時、愛する人から裏切られた時、とっても疲れている時、そんな時にふっと、私って神様から見放されているんじゃないのかなと思ってしまうんですよね。でもね、神様は絶対にあなたのことを見放したりしません。
あなたが泣いている時も、苦しんでいる時も、あなたの中に神様は必ずいます。でも苦しい時や悲しい時は、人は神様という存在を忘れてしまいがちです。そういう時は、あなたの方が神様のことを見放してしまっているのです。ひとりさんの大好きな話で、こんな話があります。ある男の人が、海岸でぼんやり空を見上げ、今までの人生を振り返っていました。そして、自分が歩んできた砂浜を眺めていたら、その時、男の人には、自分と神様の二人の足跡が見えたのです。それを見た男の人は、とっても感動しました。ああ、俺は一人じゃないんだ。いつも神様と二人で歩いてきたんだ。と思って、心から安心したのです。ところが、この男の人に、とても辛いことが起こりました。男の人は苦しみ、悲しみながら、足を引きずるようにして、海岸に行きました。そして、自分が歩いてきた砂浜を眺めてみると、その日、足跡は一人分しか見えませんでした。男の人は、心底がっかりしました。ああ、自分はとうとう、一人になってしまった。神様に見放されてしまったんだ。そして天に向かってこう言ったのです。神様、なぜ私を見捨てたのですか？すると天から神様の声が聞こえてきたのです。愛する我が子よ、それは違うよ。お前が苦しみ、悲しんでいるとき、私はお前を背負って歩いているんだよ。だから足跡が一人分しか見えないんだよ。この神の声を聞いたとき、男の人は神様の深い愛に打たれました。そして涙が止まらなかったそうです。神様という存在を信じられなくなったら、どうぞこの話を思い出してください。辛い時、悲しい時、寂しい時、困った時、あなたは一人ぼっちではないのです。いつも神様がそばにいる。自分と神様の二人でいるんです。だから、安心してくださいね。雨の皆神主様、お助けいただきまして、ありがとうございます。このお守りの言霊を知っている限り、あなたはもう、恐れることは何もないのです。終わりです。